ロハサラダ10万石祭り開催おめでとうございます。申し遅れました。私は上杉軍の足軽つばめと申します。皆様よろしくお願いいたします。さてこれよりは我ら越後城へ上杉おもてなし武将隊による戦国演舞が披露されます。こちらの演舞見るにいただいていくつかお願いがございます。一つ、今回このような素晴らしいステージがございますが前に近づきすぎないようお願いいたします。万一武将様が転げ落ちるとは限りません。大丈夫だと思いますがそうなりますと大変危険でございますので前に出すぎないようお気をつけくださいませ。そしてもう準備されている方もおります。我らの演舞写真撮影動画撮影いつでもお好きな時にお取りくださって結構でございます。よろしいですか。私の準備これだけですよ。撮ったものは Twitter や Facebook で拡散お願いいたします。そしてこの後武将様がこちらに上がってくるわけでございますがその時にはぜひ拍手でお迎えしてください。練習してみましょう。はい、拍手。武将様が出てきた時以外にも演舞が決まった時おいつでも拍手お願いいたします。そしてこちら大事でございます。我ら演舞の中で勝ち時をあげるのですがその時には皆様にもぜひ、お手伝いお願いいたします。やり方は簡単でございます。拳を握り天高く突き上げえいえいおーと3度繰り返します。一度練習してみましょう。では皆様拳を握り天高く突き上げてください。よろしいですか。私の目が届く範囲可能な限り手を挙げてください。では参ります。いざえいえいおー。ありがとうございます。本番でもぜひ元気よくお願いいたしまする。それでは準備が整ったようでございます。皆様お時間許す限りどうぞご覧くださいませ。時は群雄割拠の戦国時代。各地の大名豪族たちはそれぞれの夢と野望を追い求め戦場を駆け抜け、ある者はその手に勝利をつかみ英雄となり、またある者は夢破れて戦の露と消えていった。そんな激しくも儚い戦の時代から400数十年、この平成の世にかつて越後の国を治めた戦国武将たちがよみがえり、上杉謙信公のふるさとである越後上越を世に知らしめるため再び新たな義の戦へと出陣するのであった。皆の者いざ会えるぞ。おのそばに仕え、後に王将鬼越島弥太郎の妻となり共に戦場に赴いた。その麗しき容姿とは裏腹に武将たちにも劣らぬ武芸に数々の手柄を立てた越後切手の女武者、上杉軍女武者大隊長松江。我が身に変えても親方様をお守りするのがこの松江の務め。上杉にあだなす者はこの薙刀のサビにしてくれましょうぞ。上杉軍第2陣ご出陣。上杉家の跡目争いを制し天下を揺るがす戦の時代に謙信公譲りの義の心で立ち向かう。
寡黙ながら内に秘めたる熱き思いが家臣たちの心を動かし、新たな上杉家を築き上げた名君主、上杉家二代目当主、上杉喜平次景勝。謙信公の義と上杉の名を汚すことはこのわしが断じて許さぬ。それこそがこの景勝の誇り、決して揺るがぬ我が義の道である。上杉軍本隊ご出陣。若くして動乱の越後の国を治め、後に武田信玄や北条氏康らと戦い、越後の国を守り抜いたその力は、まさに天を駆け上る竜のごとく、他国の領地を決して奪わず、弱き者のためにその力を奮い立たせた戦国屈指の聖将、越後国主上杉壇上昭七謙信。毘沙門天佑、我に天命ある。悪を滅する力を与え、この謙信の義を信じ、助けを求める者たちの声必ずよ、せえ答えてくれよ。こたび陣触れを受けた者全員参陣いたしましてございまする。よい官皆の者、こたび我ら上杉軍はこの謙信の居城春日山城より入れ、かつて信玄と雌雄を決して川中島のもとにて新たな戦をいたさんと今再び出陣してまいった。皆の、まずはこの謙信の声しかと聞くがよい。運は天にある、鎧は胸にある、手柄は足にある。死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり。ご一同、命を惜しむな、なこそ惜しめ。よいか、この度の戦も必ずや勝利を手にいたすのじゃ。しからば親方様、こたびの戦、まずは兵たちの士気を高めんがため、何かご披露してはいかがでしょうか。さようじゃの。さればやはりこの松城の城は、この謙信にとっては決して切っても切れぬ場所じゃ。故に我ら上杉の武勇とこの謙信の名をこの地に知らしめるため、この前にてこの戦を盛り上げてくれようと。はあ、支度はよいか。はい、ならば参る。いざ謙信出陣じゃ。
するもこの世に落土を気づかんがため南無毘沙門天を守らせたまい謹慎は決して知りしよく貴様つかまつりませぬ天を恐れし大山武の心この旗印にあり者どもは行くぞ。頂上ですな。頂上。さっきちょっと見ちゃった。それでも
らっしゃいます。はい、はよ、戦国の名城春日山城はやはり山城として本丸へ登っていただくことで、その当時の姿をさらに知ることができます。改めて城に来る機会があったらぜひ琴城の方もしていただきたいと思うか。これからの季節は秋ということで紅葉もとても綺麗ですからな、特に春日山神社、親方様が祀られている神社が今ございましてな、そちらの紅葉はとても見事でございます。ぜひ見に来ていただきたいと存じます。秋の催しとして一つだけ皆様方にお知らせをしていた、しておきたいものがありますと、はい、我らの国この10月にはなんともおいしい催し宴がございますと、その名も越後天神竹祭りというものでござりまする。あ、この越後上越の地域においての酒蔵様が集結いたしての美味しいお酒を皆様方に、まあ、飲んでいただこうという催しなんじゃが、はい、松江、はい、この祭りの詳しい情報はどうですか。はい、こちらは10月22、23日土日ですね、2日間開催なんですけれども、1500円でおチョコを1つ買っていただきます。そうしますと試飲がなんとし放題、飲み放題ではなく試飲がし放題でございます。しかも2日間通してでございます。はい、じゃあそのチョコ1個で2日間通して飲める。蔵元数全部で23。そうじゃ、上越、そして妙高、さらには宇都井川、佐渡、この酒蔵様、そろって23、さらには、ワイン、そして、野草酒、野草酒、そういったものも飲めるということになっております。中に飲み放題ではないが、試飲はできないが、ドブロクや地ビールというものも出店されるということでございますの、はい、お酒が大好きな方にとってはぜひぜひ足を運んでいただきたいものとなっておるの。改めて日曜日は10月22、23の土日にございまする。よろしくお願いいたします。ぜひお待ちしておりまする。はよ、あ、ありがとう、ありがとう。実は先日信州にはわし、短期でこう攻め入って あのテレビというものに出演させていただいて、酒祭り PR を、現在でいうところのタラバってやつ、もう何時見たものおるか、あれ親方様、テレビ新聞で見た方、ありがとう、あまり視聴率が良くないけど、でも見てくれてよかったね、嬉しいな。ありがたいことじゃ、これも遅かったんじゃない、一人ですか。そうですね、そういうこともあるけど、さあ、こういった PR もいたすのも良いが、はい、ぜひこの皆様方とは上越と、そして信州と松代、さらに近い関係を保ちたいと思うけど、はあ、これよりは我ら上杉軍皆様方に歴史的な問題を、つながりを、上杉家と、そしてこの信州松代とのつながりを持った歴史クイズというものをちょっと出題させていただこうと思うけど、はい、皆様方どの程度我らのことを知っておるか、ぜひ答えていただければと思う。はい、お願いいたします。正解した方には褒美も取らす。はい、じゃあぜひ頑張って答えてみてください。さあ、では早速出題の方を始めてまいります。これはもうじゃあ分かった方から手を挙げていただければよろしいんですかね。もちろん答えが分かったらすぐに手を挙げて、はい、そのお答えを、言っていただければ結構。はい、ちゃんとパーンと、はーいと大きな、動きで彼らにこう示してくれた足軽が飛んでいく。はい、はい、では良いかな。はい、まずじゃあ第1問目はじゃあ松江の方から出題してみて、カンペとやらを見てもよろしいですか。カンペ、はい、良い良い。さあ、では正体クイズ第1問じゃ。第1問、じゃじゃん、じゃじゃん、ひつつき、軍配、車係から連想される戦国合戦といえば何でございましょう。はい、分かったもの、はい、こちらのカメラを構えてるお嬢様が早かったでございます。はい、さあ、お答えは陣形、陣形、陣形、正解はどうなった。正解ではないです。もう一度もう一度ちゃんと、はい、キツツキ、軍配、車係から連想される戦国の合戦といえば、合戦名である。あちらの、はい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 、そこは分かる、はい、はい、分かる、はい、川中島の戦い、川中島の戦い、正解は正解でございます。ありがとう、前の方お越しいただきました。すでに拍手沸き起こったからみんな知っとる。はい、では、お
若様に、褒美を差し上げまするぞ。はい、好みの褒美は我らの武将隊キャラクターグッズ、こちらガチャガチャでしか手に入れられない缶バッジでございます。はい、信州でもちろん手に入ることはないので、あ、この場において手にした方様、見事であった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、では続いて第2問目へ参るか。はい、私から参りますから。はい、じゃ あではこの上杉海月からの問題である。この松代城はかつては海津城と言われ、先ほどの川中島の合戦の際は謙信公の退治した、武田信玄公が拠点といたした城でございますな。その後にある事件をきっかけに我ら上杉領の城となることがございまする。そのきっかけとなった事件というのは何か分かる者手を挙げ。はい、いきなりレベルが上がったの。さあ、分からなければヒントを出していきますぞ。はい、どんどん前行こう。ヒントその 1、 誰かが殺された事件。なんと、あ、そりゃお、そちら、はい、何、ホタテの乱。違う、残念。はい、あ、後ろの方。はい、続いて分かった方。 あ、奥の方におる。奥だ。すいません、ちょっと私チリなんでちょっと見えないです。どちらでしょう。大きな声で。はい、じゃあ答えください。本能寺の変。本能寺の変、正解。お見事。お、よく分かった。素晴らしい。1582年、その頃我ら越後勢は、織田軍に攻められてましてな、この城は森長吉、という武将が拠点といたしたんだが、本能寺の変が起きた後にそれの武将が撤退して空白となった地域、こちらを上杉領が、上杉が支配したというわけでございます。美味しいのこ取りってやつ。はあ、では、はい、では本日様に褒美を取らそうぞ。はい、同じく武将隊キャラクターの缶バッチでございます。はい、かやかつ様。わしの缶バッチじゃ。缶バッチおめでとうございます。おめでとうございます。いや、すごいね。誰かが殺されたで分かっちゃうんです。すごいです。その後にヒント用意してたんですけど、さすがでございます。素晴らしい。では最後、我からの問題でございます。前の問題がちょっと難しすぎたので、はい、ちょっと簡単めにというか、この場所にな、松代におる方であれば必ずや答えられるであろうという問題でございます。では問題、先ほど松江が申しました合戦、川中島の戦い、我と武田信玄が約12年間に及ぶ長きにわたってこの信州にての戦いを繰り広げたものでございまするが、全部で5回あったと言われています。その第4次川中島の戦いにおいて我ら上杉軍が陣を置いたと言われておる場所は一体どこであるか。もう早い。早かったですな。はい、どちらの姫様じゃろう。こちらの奥の。はいはい、さん。はい、翔さん、正解でございます。お見事。いや、早かった。さすがだよ。ちなみに最初段どっちの方がか分かるか。あっちの方か。あっちじゃろ。さては地元じゃろ。あ、さすがさすが、お見事であった。では我からの褒美じゃ。はい、最後も同じく、はい、武将隊のキャラクター缶バッチでございます。はい、お見事でござりました。はい、では親方様のデザインになります。これもっと運が上がると言いましたね。ちなみに、ではこの松代城、もともとは海津城という名前であったらしいが、ここにいたのは誰じゃんか。信玄。まあいいよ。誰に聞いてるんでしょうか。いや、分からん。まあみんな知っとんのかな。ああ、さすがに。まあ信玄がいたはず。そうですな。こちらで武田信玄公が飯を炊いて戦の準備をしていて、我ら上杉軍がそれを、見破ったというわけですな。そうじゃな。まあ、あそこに信玄らしき人間がおる。信玄は座っております。座っております。さすが堂々たるものでござる。ああ、では、まあ、我ら、今回は3問ということで、我々上杉の話をさせていただきましたが、まあ、ぜひいろいろ歴史をまた皆様方学んでいただいて、我ら越後上越の地に来ていただければと思います。はっ。さあ、では一度これより我ら上杉軍とこたびは信州の松代、まあこの真田十万石祭り、皆の力で盛り上げるべく戦勝祈願の勝ち時をこれより執り行う。一同
八時の所作は先ほど学んだであろうが、よろしいかの。我の合図に従うて、えいえいおうと大きな声で勝ち時を開けるよ。延期がなくば、出陣が始まるまでずっと開けておるようなことになる。なかなか厳しいぞ。では参ろうか。一同、拳を上げよ。さあ、拳を上げ、うん、よろしいか、うん、さあ、この合戦場に集合せし援軍の一同全員勝ち時を上げて我に答えよ。よいな。では参りまするぞ。勝ち時じゃ。いざ。ありがとうございました。